はい、こんにちは、総合監督と申します。ウイニングイレブン2020マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、レジェンド選手がね、3人詰まったこのね、100円ガチャ引いていきたいと思います。まあ、中はね、見ての通りお金ね、あ、見ての通りって映ってませんけど、お金ね、1500円ぐらいしかね、まあ、中に入ってないので、ちょっとね、まあ、補充しなきゃいけないんですけれど、まあ、今日はね、これ10連いきたいと思います。で、10連でバレージを狙うということで、まあそこまでね、欲しいという選手ではないので、まあ、10連ぐらいで十分かなと思ってるんですけれども、どうだろう、このガチャから出てくるのはロナウド、シュクリニアル、まあ、うち持ってる選手ばっかりですけれども、まあ、このデリフトとか当たると結構嬉しいですね。ローマ選手で言うとその辺かな、あとはもうなんかそこまで嬉しくないかなといったところですけれども、はい、黒の確率 20% ということで、まあ、10回引いたらね、およそ2回ぐらいは黒玉が来るんじゃないかなという確率です。さあ、それじゃあやっていきましょう。はい。やっぱりレジェンドが引きたいですね、なんといっても。で、まあ、ジーダよりも、まあね、やっぱりバレージですよ、バレージ欲しい。ていうか、どの作品でも僕ね、バレージ使ったことないんですよね、まだ。 OK、 はい、ルーカス・ピリア、2回目。いやー、またレジェンドがこんな、まあ、せめてちょっと黒とかね、出てもらって、きっと彩りをね、加えてもらえたら。誰だこれは。いや、最近愛されてるな、ロナウドや。ありがとうございます。来ました、クリスティアーノ・ロナウド。あかんな、レジェンドなかなか怖えんな。さあ、イタリア、リーグイタリア、これリーグイタリア以外におったっけ。あ、シルバーはなえる。ゲー、あー、またマイクラブから始まった、レジェンド怖えんな。オッケー、黒か、いやー、金だ、ルーカス・ビリアか、ルーカス・ビリアか、お前はビリアか、違う、ムサッキョ、ムサッキョだ。おー、待てよ、ムサッキョ。ちょうど5回目ですね、これ。5回目、ちょうど5回目。でも、レジェンド出なかった。さあ、しかし、金か。金か、誰だ、これ。あー、はい、ケビン・マルキね。うん。6回目、もう半分を経過して、6回目になってしまいましたが、レジェンドの気配が全くしない。それどころかシルバーを引いてしまうという。はい、誰だこれ。は、誰これ。クルニッチ知らんな。あー、ダメか。今ちょっとね、ラグがあったから、うん、来たかと思った。7回目。さあ、金。ナポリの金といえば、あ、メリックか、ミリクっぽいな。背番号7番し。うん。カジホンでした。はい、カジホン。FP も取ったな、カジホン。そういえば、一回も使おうともしてないけど、全く使おうともしてないけど、カジホン持ってましたね。いやー、レジェンドとはちょっと縁がないのか、これ。8回目。また、ナポリ。でもちょっと色合いが違うな。アランか、これ。アランやん。アラン、こっちで引く？いや、こっちで引いちゃダメよ。2! あけーん、またこれから始まった。まあ、でも今のところ黒ね、1個しか出てないから、2人目来てもおかしくない。来たか、いやー、じゃあもう次は黒やな。だって10人引いて、1個しか出てないもん。あ、9人引いて1個しか出てない。確率的に次は黒みたいなのがね、普通ですけどね。はい、マティア・カルダーラ。レジェンドがーやってこず、あー、しゃあない。しゃあない。じゃあ、シルバー。え、黒でしょ。え、誰これ。カラモや、ヤンカラモ来た。あー、顔もオンタージやったんや。なるほどな。せめて顔作ったってほしいな。はい、ということで、まあ残念ながら、レジェンド1人も引けず、まあロナウドが引けただけちょっとマシかなという気はしますけどね。はい、ということで、今日も試合の方やっていきたいと思います。いきましょう。はい、それでは対戦相手の方決まりましたのでやっていきたいと思います。相手の方のレッドからまずは見ていきましょう。はい、相手の方のレッド725の方、勝率 43.8% ですね。はい、うちの方を見ていきたいと思います。現在レッド783ということで、800から陥落しております。勝率が 47.3%、 こちらもねちょっと低くなってきたなって感じですけれどもね。はい、頑張ってやっていきたいと思います。さあ、ロナウド調子悪いな。悪いからこれは今日はムバッペでいきましょうか。でホアキンコレアを使うかな。どうしようかな。あ、ホワキンコレア後半ですね。ごめんなさい、間違えました。ブスケツ、いや、どうしよう。いや、ディマリアよりも、一応僕、ブスケツの方がいいような気がするんですけどね。
まあいっか、よくはないけど、とりあえずこれでいこうか。はい。で、プレ幅制限をこっち、バッペにつけて、久しぶりだな、しかしバッペ使うの。ハードマーク、ハードマーク。オッケー。こっちつけます。で、ちょっと待って。これちょっと、タグリアフィコ変えるわ。相手は3センターフォワードじゃん。ねえ。お、すごいな、このフォーメーション。シミオンのこんなんあんねや。いいな。まあ、こうしとくか。レバーを止める。まあ止めれるでしょ、これで。頑張ったら。いけると思う。はい。ということで、これでやっていきたいと思います。さあ、特にあとは変えるところはないかな。やってきます。GO! はい。それではね、試合の方やっていきたいと思います。僕監督ゲームチャンネル VS、石屋。舞台はローズパークスタジアムホームですね。やっぱ最近ホームばっかやってる気がするんですけどね。まあやっていきましょう。OK。さあ。よし。OK、ナイス。バッペからこれメッシー。ほい、ほい。OK。マイボです。多分ね。OK。さあ、こっから、この辺からこう、グイーンって曲げて入るかな、ひょっとして。ひょっとして。ひょっとしても、ひょっとしてなくてもダメ。キーパーに動かれたらあれだと思うんですね。ほい。OK、取るよ、これは。さすがに。よいしょ、ちょんと。スクリーンやる。落ち着いていこう。このボール、球回しはちょっと落ち着いていかんとな。これについてどういう対処をすればいいんでしょうか。攻撃がワンパターンにならないように気をつけた方がいいでしょうね。オッケー。うわってきた。お、入った。ナイス。で、バッテキで当たりましたよ。うわって。いいじゃん、これ。さあ。大暴れするぞ、うわって今日。北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。オーケー、さあ、オフサイド、ボール出しちゃう。行くぜ。さあ、ただ、待ってる時はいつもこれ前線に高さがないんですよね、ここね。いつも背に負けちゃう。おい、一般まで戻ってた。ガッシュ、出すぎ。待って、待って、危ない危ない。失点した方は追加点さえ与えなければ、まだ序盤なので、ちょっとなんか、うまいこといかんぞ。そうですね。はい、グエンドジからちょっと長距離のパスを出す。おい、中。おい、いいよ。さあ、グエンドジー。ナイス、デブライネ。この序盤に先制点を奪い、リードする幸先いい展開ですね。早い段階で先制できて。おらっ！よし！マジムバッペやばい。ムバッペやばい。あれ？ロナウドよりもなんか、今週僕初めてムバッペ起用してるんですけどね。なかなかいいんじゃん。まあ、元の強いからな、ムバッペも。その次、でもね、もう、ロナウド、メッシと習慣来てるから、次、いよいよなんかムバッペの番なのかなっていう気もしますね。よし、ハットしてやろう。今日2点目です。OK。さあ、エバート、得点を重ね2対0という展開。いや、取れないですよね、この勢い。はい、よいしょ、取った。よし、完璧。おい、よし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 。マップ読んでる。なら出そう。さあ、ムバッペ。オッケー。さあ、戻り、チムバッペが起き上がらない。ちょっと遅いな。あか、ちょっと走りきれへんのかい。そこやめんのかい、みたいな。そうですね、コンパクトに守備ができているということですよね。オッケーオッケー。行くわ。後ろから当たる。デブライネ。ああ、中央守ってほしいな、もうちょっと。おしよし、おしよし。パスずれてる。ナイス。モドリッチ。さあ、デブライネ。よいしょ。体で、体で。ああ、まずい。ちょっと、戻れ、戻れ。カウンター食らうぞ、これ。食らって、なるもんか。お、ちょっと、食らって、なるもんか。おっしゃ、ナイス。おい、何してんねん。ちょっと待って。おい、なんもこれ、四角も何も押してないのに四角が反応するって、この、まか不思議やわ、いつも。いつもああなんねん、なんか。急にボール奪って。マジで押してないから、四角に指すら置いてないね。シビアは。メッシー。ああ、ちょっとあそこでパス交換しすぎたね。さあ、中央守ろう、中央。ちょっと危ない。待って、待って、待って。そんなの嫌や。嫌や、そんな。オーケー！うわー、オーケーちゃう！うわー！うわー、首にやられた。結構クライフ強いらしいですね、そういえば。まあなあ、レジェンドはわりかし1年を通して使えるみたいな。1年を通してというか、ライブアップで関係ないからな。OK。え？え？トーンのそれ。
おかしいな、さっき。お、さあ、あと1点です。ミラン、さっきの体の向きと反対方向のパスはつながりにくいって何か言われるの。 OKOK、 はい、とりあえず目、そうやな、まあフォワードは一応交代枠としては折れへんのか。おい、何してんねん。 OKOK、 大丈夫。おい、危ない危ない、ちょっと、あっ、まずいことあった。取った。おい、危ないよそれ。いやもうひどいなこれ、最終ラインがなんやねんみたいなディフェンス。おい、すごい最終ラインでパスミスを繰り返してしまっている。前半1本目のあの失点のシーンも確かそんなんやったな。ここはね、ディマリアで。ほい、ああ、ダメ。ああああやってやったぜ。よし、お返しだみたいな感じで、ね、はい、頑張っていこう。取れる？うん？なんだって？もうちょっと向こうに行きなり行くか。ああ、出してきた。ファンダイクが競ってない。待って待って、何これ。もうええって。ひどいな。ディフェンスが完全に緊張感ないな。あと1点のところまで詰めてきました。シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。おいおい、それはそう、させんでもさすがにな。イメージを固めてたんですよね。オッケー、さあカウンター行こう。カウンターといえばよいしょ。あかん。いや、なんか、ああいうところで、がっつり行かれへんねん、なんか。すごい、あんなところでミスるというか、なんというか。これはちょっとしゃあない。これ仕掛けるか？よし。さすがに1点差やと、ちょっと、ビビるな。ディマリア。デブライン。スルーパス。オーケー、いいよ。うわー、オフサイドか。オフサイドですか。あー、ちょっと出てるな、やっぱり。出てるから笛吹かれてんねんけど、まあ、しゃあないな。OK! さあ、残り2分。ちょっとここはしっかり。OK。よし、前半終了、3対2ということでね、まあ、かなりもうすでに前半から点の取り合いになってますけど、後半頑張っていきましょう。それでは、はい、それでは後半戦やっていきたいと思います。まあ、頑張っていきますよ。さあ、負けじとマッペがね、活躍してくれて、嬉しい。後半ゲームはスタートしています。うわ、マジ、おお、出てない出てない。うん、まあここね、ボール持てるところでしっかり持っとこう。ウエンドゥジ、ここでのパスは危ない。うん、取れなかった。エリクセン、パスでつないで攻め込んでいきます。ミラン、サーボールはエイブラハム。取った、オッケー、ナイス。久しぶりにエイブラハムでも使いたいな。久しぶりにな。そうだ、最初の序盤の方めっちゃ使っとった気するわ。いける、さすが、枠に入ってない。よしよしよし、まあ、これちょっと本当に1点も取られないように後半はね、集中して守っていきたいですね。このスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。相手の速いカウンター、やばい、取った。しのぎました。そうですね、おっ、ちょっと、おい、守る、危ない。そのとこのパスね、本当に集中していこう。ここはもう意識をしっかり保って、意識を保ってって、なんか意識ない人みたいな、おかしいな。OK、OK、OK、よっしゃ、デブライネ。さあ、仕掛けるか。体の振り、体の動きだけで相手を抜き去ったがダメだった。しかし、うわって、まあ、追いついた。おっしゃ、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 チャンスやぞ。攻めに集中して、はい、そんな勝機を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面も、うん、大丈夫だ、うん、大丈夫だ、あ、くそー、大丈夫だ、相手のディフェンダーに当たってイエローとかならへんから大丈夫だ。オーケーオーケー、抜いた、うぃ、マジでハットトリックだ、俺のハットトリックだ、逃げていく、これはファールです。今のファールは注意だけで済んだようですね。いや、当たり前やろ。まあ、次があるとまずいですからね。いや、俺のハットトリックか。オッケー。デンフライね、結構ええねんな、今。今日の試合ちょっと結構いいんで、変えたくないな。どうしようかな。からメッシー、セルギオラモスからターテのボール。とっとっと、とっとっと、押しないぜ。うん、まずい。ちょっと。
体を入れ替えられた。まずちょっとレバンドフスキ、フライ出るか、デブライネ、オーケー、今の形さあ行こう、良かったですよね、これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へ、ね、待ってよ、待って待って待って、ちょデュンデュンデュン、お前が行くんだよデュン、何をちょっと中途半端ボイションとやめろそれ、ちょっと66分、じゃ選手変えたいね、待てよ、くっそ反応せんかった、四角四角した、あー危ない危ない危ない、選手変えます、最高ですね、素晴らしいですね。さあ両方フォワードがねこの状態なんで、いやちょっとデブライネ1列下げてコレア入れようか、これでちょっと対応しましょう。ディマリア、うーん、もう一人ちょっと中盤のそこにブスケッツ入れて中盤強化しよう。オッケー、これでいきます。さああとねセンターフォワード、うーん、引っ張っちゃうな、やっぱりどうしてもハットトリック変わってるからな、ムバッペ危ない危ない。でももうメッシロナウドときたら次ね、もうFP ムバッペですからね、 CS のやつよりも、まあ、どう考えてもね FP じゃん、習慣の方が強いっていうのはもう気を見るより明らかやから、そのね一番強いバージョンのメッシじゃないムバッペが欲しいなーっていう。何かね、まだ1回しか来てませんからねムバッペ、 OK ナイス。まあでもほっとってもねムバッペ活躍するでしょ、意外と次の FP このなかなか来なさそうだなっていうのがネイマールなんですよね、なかなかね、なかなか DMR、なんかなんていうやろう、ハットトリックっていうのが、まあ、そんなに多くないような、まあ、イメージですもんね、なんかネイマールといえば。どちらかというと、もうだって、マッペもいますし、イカルディとかもいるでしょ、だから結構もう、フォワードに対しては、ゴールゲッターに関しては、もう。おい、シーズン当初で、うわー待てよそれ、やめて、うわ最悪や、ああ、ああ、うまいうまい、三点、ああまずいな。さあ今のゴールですけれども、奪ってから早かったですね。まあ相手が強いと言ってしまえばそれまでなんですけどね。高い位置で奪って勢いのまま、しっかり頑張っていこうも。といういい形の攻撃でしたね。さあミラン見事な同点劇を見せています。おいパスが、まあまあ、まだ3対3同点よ、何回もありませんからね、うん、はい、それを確実にものにできた方が、またなんかすごいミスからしてしまったな。そうですね、このボールは繋がりません。さあ最後の一押しになるのか、え、なんでああいうパス通れへんの、シリアはあれ、あのパスが通らない理由は何だよ、試合どうなるか分かりませんね。スルーパスを出す、プレスからボールが来る、おお向こうのファウルや、もちろんそうやろ、オッケー、うちのファウルだった、嘘やん、しかもなんかカード出た言うてなかった、気のせいか、気のせいだったみたいだ、あ、あぶね、82分、ここはマジで劇的に勝ちたいな、しかし惜しいシーン、ちょっともうマッペもうあかんわ、変えよう、疲れてるし、よう見たらやばいやばい、危ね、入ったか思った。さあ中はいる、ボールが上がる、おい、オッケーオッケーオッケー、さあちょっとカウンターお見舞いしてやろうぜ、うん、もう疲れてるわちょっとダメだマッペ、選手変えさせてほしい、できるか、オッケーオッケー、あーなんだ相手ボールか、全然抜け出されん、おい取れてない取れてないって、ちょっとちょっと危ない、何してんの、危ない、上げることができるか、さあシュート、いや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 、あかんって、もうクロスへの反応バッチリあったんですが、決めることはできませんでした。まあサイドをねうまく使った感じなんですけども、ボールの出所、そして決定的な、そうやな、ここをまずだってボール取りたいから、ここボール取るためにまずロナウドにスリカと、さあクリスティアーノ・ロナウド、メッシ、勝負か、おら、ナイス、よっしゃー、見たかったんだよな
よし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 、これは熱い、よいしょ、おい、やったぜいや、危ねえ、いや、マジでこれ、あのロナウドのゴール、いや、ほんま、あの1対1になられた瞬間、やばかったな。いや、北澤さん、終了間際に何してんの、あれだ、いやー、最後、マジで事故るとこやった。上が吹かれるまで諦めない、はい、ということでね、まあ、あの FP のね、週刊 FP の話しましたけど、なんだろう、素晴らしい試合でした。そうね、あと本当に、有力どころの FP、週刊 FP ってほとんど来たんじゃないかな、あでも、サラーとか来てないか、サラーとか、あとどうやろう、うん、来てないところは結構おるな、やっぱりもうね、クラブセレクションよりも、まあ、あの週刊 FP の方が強いっていうのは、もうあの皆さん、ね、ご存知だと思いますけれども、能力的にね、全然、週刊の方がね、強いんで。なんだろう、クラブセクションで引いても、やっぱりもう一度週刊で引かなきゃいけないなっていうのは、まあ、それで週刊が引けなかった時にクラブセレクションバージョンみたいなね、まあ、そういうのだと思います。まあ、ノーマルよりもクラブセレクション、クラブセレクションよりも、週刊 FP か、みたいな、一応ね、序列なんですよね、今作で言うと。だから、まあ、そんなにでもやっぱり、そうなると、クラブセレクションって、頑張って引きに行くというよりは、そうやな、習慣をやっぱり頑張って引き抜かなきゃいけないなという感じがしますよね。うん、まあ、あと習慣のメッシも何回か来るでしょうから、うん、習慣のメッシ、そしてまあ習慣のロナウドな。ロナウドってなんか、まあ、イタリアのセリアのリーグからかの、リーグやからかもしれませんけれども、昨年ね、ハットトリックってリーグ戦でゴールなかった、ハットトリックなかった気がするんですよね、確か。チャンピオンズリーグとかはね、ゴールしましたけど、うん、やっぱりディフェンスがね、きついのかなという。なんか、うん。でもだいぶ僕が、セリアがなんか一番良かった時代って、98年、あの辺がね、本当にね、セリア全盛期だったんじゃないかな、みたいなとこありますよね。デルピロがいた頃とか、まあ、ジダンが、ユーベにいた頃ですね、まあ、そのぐらいがセリアで一番なんか盛り上がってたなと思われる時なんですよね、僕の中では。そっからなんかリーガが来たのかな、うん、リーガが来たような気がするんですけど、まあ、レアルマドリーとで、なんかリーガがちょっと元気ないぞみたいな時期が出つつも、でもバルセロナ自体がな、すごい長いからな、バルセロナちょっとね、だいぶ強いからな。はい、ということでね、まあ4対3ということで、なんとかね、勝ち点3をものにしました。いやー、いつもこうなってしまうギリギリ勝ちやんかみたいな。はい、ということでね、レートなんとか7上がって790、まあなんとかね、800ね、とりあえずね、うん、800でやると結構負けるんですよね。OK! ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。